とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もコメントいただきました。ありがとうございます。クールダウン5と、機械仕掛けの弓を使って、カバンビルド、そしてブラストビルドをやってみてくださいということですね。ブラストビルド、先日やりました。今日は、カバンビルド、どんな感じなのか、お見せしましょう。弓が機械仕掛け、無限がついてます。そして、輝くローブのクールダウン5です。で、カバンを2つ装備してます。これを装備すると、こんな感じになりますね。アーティファクトのカバンのとこ見てください。これ、ピカ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 ーってなってるんだけども、ものすごい発動してる。うん、ダメージもこれものすげえです。えぐい。これはね、カバンが修正される前に使ってみたかった。でも、今でもまあ大丈夫でしょう。行ってみまーす。それでは、矢を貯めました。4524本。これだけあればいいでしょう。行け。とにかく、加速を 100%、維持しながら行きましょうか。ドラッ。やっぱいいね。これだけ発動すれば雷はまあまあ出るもん。で雷一発で、1000万ダメージ出るからね。こりゃ倒せるわ。うん。あ、でもね、安定のことを考えるとやっぱりポーションバリアは入ってるタイプの方がいいのかな。いや、矢は全然使わないね。数百本あればまあいいか。昨日もそんな感じだったけども、やっぱり1000本ありゃ十分だね。こと足りるな。あ、 OK、 いけました。全然余裕できたな。いきまーす。連続カバン、いいね。はい、倒しました。これね、昔のね、攻撃範囲が今の、そうね、2倍ぐらいあったとき、使ってみたかった。相当強かったろうね。うん、攻撃範囲が短くなったとしても、これだからね。うん。いや、これ、クールダウン4のポーションバリアにしたら、結構無傷でクリアできたりしない？意外とこれいいような気がするんだけどね。はい。ということで、今日は、これ。機械仕掛けのショート棒と、輝くローブ、クールダウン5を使いまして、カバンを使ってみました。あんな感じになります。ものすごいです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。